どうもこんばんは、茂木耕作美空研究所。朝礼ではなく今日はまたね、夜会にしてみました。もしよかったら来てみてください。招待をお送りしますので、話せる人はぜひね、来てください。ということで、朝のねご挨拶をできませんでしたのでですね、こんばんはで行きたいと思います。名塚森田さんこんばんは、森本あかねさん、全くんこんばんは、カン君もモンスターぶりをいかなく発揮しているでしょうか。大丈夫ですか。山本健太さんこんばんは、清水信之さんこんばんは、寺石ゆかさんこんばんは、中村周平さんこんばんは、山田友人さんこんばんは、中島明さんこんばんは、佐藤直くんこんばんは、小山愛さんこんばんは。今日は令和5年2月11日、建国記念の日なんでしたっけね。なんかそう、土曜日に祝日が被るっていうね、あのあれ、これって振り返りとかあんだっけ、どうなんでしょう。建国記念ってなんだっけ、あの、初代神武天皇がご即位なさった日なんでしたっけ。そこから数えて令和は5年だけど、なんだっけ、その神武天皇即位から数えて2683年か、660を足せばいいんですよね、確か西暦2683年、2月11日ということですね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、今日も出汁の話をしようかなと思うんですけど、あの別にそんな愛さんだけをひいきにしてるっていうわけじゃないですけど、まあ、あの我が家でかなり野菜出汁と、まあ、普通の体を作る出汁の両方ね、大袋で買いまして、まあ、何かとこれにも入れてみようか、あれにも入れてみようかで、なるほどこれもいいねみたいな感じになるんですけど、私が今日ね発明したものがありまして、これねちょっと試してみてほしいんです。あ、友人さんこんばんは、もしよかったら招待をお送りしますので入ってみてください。まあご無理でしたら全然大丈夫です。ねこれに野菜だしいいんじゃないっていうやつが、そば湯です。そばをお昼に食べたんですね。で、茹でた後のあのそば湯って出るじゃないですか。あれいつも僕捨てちゃってたんですけど、なんかお蕎麦屋さんとかだとそば湯出してくださるじゃないですか。で、なんかまあなんだ、麺つゆに足して飲んだりとかしますけど、なんかそんなに飲むほどの味なのかなっていう感じで、あんまりこう、まあ好きでも嫌いでもなんですけど、これ蕎麦湯に野菜だし入れてみたらどうなのかなって、希望しています、希望しています。だと追加してみたんですけどね、友人さん入れませんか。いけるんだったらぜひ。どうだろう、話せるかな。承認するってしてね、リクエストできるようにします。ちょっと待ってね、承認するをタップするとですね、招待を承認した人が
動画また音声のみで参加できるように参加をリクエストオーディエンスをカスタムに設定されて追加中ってなってるんですけどね、友人さん入れたらぜひどうぞ。他にいらっしゃ、なんかもう一人いらっしゃいましたね。もしよければリクエストみたいなのがあれば送ってみてください。くれるはずなんですよ。あでね、そば湯にですね、野菜だしを足してみましたらば、これなかなか私すっげえ気に入って、これなら飲めるってなったんです。ぜひお試しください。そば湯も2、3リットル出るからさ、あの僕めちゃくちゃ気に入ったんで、それも全部家中にある水筒のあらゆるものにもうそば湯を確保して、そこに野菜だし小さじ 2、3杯かな出して、もう備蓄しました。それぐらい気に入りました。なんていうか全く水っていうほど味気ないわけでもなく、でそば湯ってさちょっとザラザラするんですよね。でもなんかそれがね、あのシュッとするんですよ。クリアになるというか、めちゃくちゃおすすめです。で、そば湯ってなんかで読んだんですけど、あのそば茹でると、あのそばのまあ栄養分の結構な部分が、あの煮汁に茹で汁に出てしまうと、でタンパク質だとかさ、あのなんかわかんないですけどミネラルのなんかわかんないけど、まあそのそば湯自体が結構栄養価の高いものらしくって、でなんかそれを無駄にしないための文化だというふうに読んだことがあって、なるほどなとは思ったんだけど、まあでもそんなにそれが好きかっていうと、まあ飲んでも飲まなくてもどっちでもいいかなって思ってたんですよ。でもうまいんだったら飲みたいなっていうね、それぐらいの感じですね。なんかせっかく、体には良さそげなもんだしっていう。で、ね、あの今日ね、これちょっと足してみたらどうかなと思ったのが野菜だしなんですけど、これめちゃくちゃうまいですよ。めちゃくちゃうまいと言っても、まあこれ今のとこあの僕しか飲んでなくて、家族はちょっと恐る恐る遠巻き見てみたいな感じで、まだね感想は、僕以外の感想は聞けてないんですけど、あのなんていうのかな、表現の仕方は難しいんですけど、あの野菜だしってただ水に溶かしてお湯に溶かしてだけだと、ねちょっと、ごぼうと胡椒みたいな、なんかでも辛くも何ともないんですけど、香りがねなんかすごくシャープな感じなんですよ。味があるようで、まあ、出汁ってそういうもんだからなんて表現していいかわかんないんだけど、香りと口当たりがいいっていうものになるんですけど、これね、まあそのお湯に溶かしただけのスープでもまあまあ、野菜だしの方がそのままいけるかなって感じなんですけど、これそば湯に足したらめちゃくちゃいいですっていうね、それが言いたかったんですけど、もう一人来てらっしゃるのかな、誰なんだろう、もしね出れたらコメントを入れてみてください。どうしたら出れるの、追加してみたんですけど、いけるかな。友人さんかな、ちょっとあの話せる状態のかもわかんない。あ、承認しませんでしたって言ったんで、仕事中なのかな。はい。そうで、それを持ってですね、あのジムとサウナに行って、あの
運動中とか水分補給に飲んでみたんですが、これは非常に良かったです。スポドリよりね、これはいいかもしれないなって思いました。スポドリ、まあ別にスポドリが悪いわけじゃないですけど、ちょっと甘いんですよね。で、甘さも、最初はちょうどいい甘さで始まったはずなんですけど、だん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 その、例えば、すっげえ汗かいてきてとか、まあまあな、負荷かけたり、サウナで汗かいたりとかってなると、甘すぎちゃうんですよ。で、その自分のコンディション次第で、その、ちょうどいい濃さが変わっちゃうっていう、味わい的なもんですね、これはね。なんで、まあ、ちゃんもこれなら水でもいいんじゃないかなっていうね、思ってたんですけど、出汁は、そこがね、全く気にしなくていけるという、まさか、周りの人は誰も、そば湯に野菜出汁を入れてるとは思わなかったでしょうけど、私はね、なんか、これは新たにいいものを開発してしまったという、気がしております。小山さんどうですか。よかったらね、レシピとして売り出してみても面白いかもしれないですよ。はい、あとは昨日ですね、横浜市立大学って、僕家が目の前にあった大学なんですけど、去年から走りはこのスプリントトレーニングというか、まあ、一緒に混ぜて一緒にやりませんかってお誘いちょこちょこいただいてて、昨日久しぶりにね行ってきたんですけど、でまあそれはね、なんていうか別に一緒にその大学生の方々がですねやってるのに混ぜてもらうぐらいで、まあだからスペース広いところ使わせてもらえるんで、でも昨日天候悪くて体育館だったんですけど、終わってからですね、なんか自主練っていうか、まあ、勝手にこうちょっと遊びでやってるトレーニングみたいのをいろいろこう混ぜてもらってて、んでそれがすごい楽しかったんだけど、何気にまあ、守備練のこう地道なやつなんですけど、めちゃくちゃ負荷強くて、僕はねもう右ももがパンパンなんですよ。であと右ももパンパンになっちゃった後で、一緒にバスケしようぜつってバスケしたりとかして、めちゃくちゃ思った以上にやりすぎてしまって、面白かったからいい。ちょっと久しぶりにね筋肉痛になりました。いや実はね、久しぶりだったんですよ、その運動するのは。なんていうのかな、1ヶ月ぐらい、右のお尻の筋肉がずっと張ってて、で、これほっとくと腰に来るやつやっていうのが分かってて、まあ、ケア優先で、力なんていうのかな、走れなくないし、まあだから野球みたいなスポーツもできなくないけど、だからまあだから極力ね、本当に軽いトレーニングすらも散歩ぐらいですねやらないようにしてたんですよね。なんでまあ明らかに多分筋力落ちたんでしょうね。そんなそのすごい強い負荷のトレーニングやったわけじゃないんだけど、まあ明らかに1ヶ月以上空けてたので久々にやったんで、まあ思ったよりそのスプリントトレーニング自体はなんていうか楽しく溶け込めて一緒にできたんですけど、その後の遊びの部分の方が多分ね、夢中で何回も反復してしまうもんだから、気づいたら1時間以上やったんでしょうね。それでもう今朝起きたら右足の太ももがパンパンなって、せっ
格1ヶ月休んだのにみたいな感じ。まあでもこれを筋肉するんで、その危ないやつじゃないっていうか、まあ別にこれは大丈夫なんですけど、その1ヶ月休んでたっていうのは、なんていうんですかね、筋肉痛とかじゃなくて、もう左右の体の左右の筋肉のバランスがこうちょっと崩れて、骨盤がこうちょっと歪んだような感じになっちゃう時に出てくるやつなんですけど、だから負荷が強いせいで張ってるとかじゃなくて、あの骨格自体が、あの筋肉の左右バランスで歪んじゃって、あの片っぽだけずっと引っ張られちゃうっていう。だからあのただ待っててもダメなんですけど、ただ休んでも収まるものではないっていう。ただ一方これ厄介なのが、そんなにしんどくないんですっていうね。あの、まあ、それで書道負荷トレーニング行ったり、いろいろやってたんですけど、なかなか苦戦したんですよ。丸1ヶ月ね、こう取れねえなっていう。まあ、多分ね、ピッチングのフォームをいろいろ変えたりしてたせいなんですけど、それでなんか今まで使ってないところを正しいフォームにしたら本来使わなきゃいけない筋肉を急に使ったからみたいなのが多分ね、あったなと思うんですけど、なんか12月ぐらいからだんだん怪しくなってきてあ、これはほっとくと本当に腰痛になっちゃうやつだなみたいな感じになって、ね、なんかそんな感じで昨日久しぶりに走れて、まあ、非常に楽しかったんですけど、でも大学生って前も何回も結構話してるんですけど、なんていうのかな、フィジカルがすごいちゃんとしていながら、同時にこうとっても頭がいいので、一緒にやっててめちゃくちゃ楽しいんですよね。なんていうか理屈でずっと喋れるし、なおかつそれでこう行き着いた、やっぱこうですよねってなった、こうあるべきですよねって行き着いた、まあある種の仮説みたいなものに対して、まあ、その場で試したときに、ちゃんと実現できるフィジカルがあるんですよ。めちゃくちゃ羨ましいんですけど、これがね、なんていうのかな、そのバランスっていうのが一番レベル高いなと思うのが大学生だなと思うんですよね。まあ、中学高校でもその喋って、理屈を理解するみたいなのはある程度できているんですけども、やっぱりちょっとレベルが一段違うというか、まあその日立大学の野球部さんがこうなんだろうな、いろいろ自分でね考えてトレーニングしてるからかもしれないですけど、バックグラウンドのこう知識がすごいあるんですよね。どこの筋肉がどうだとか、なんだろうな、筋肉の名前をちゃんと言ったらそれで通じるとかね大臀筋中臀筋みたいな、まあ、メジャーなところじゃなくて、もちろん腸腰筋はあれですけど、もっとこう細かいやつねとか、なんですかね、それで会話しつつ、あとはなんていうのかな、まあ、野球もそれなりにこう大学まで来てわざわざやろうとしてる人たちって、ただなんか練習量増やせばみたいな領域ではもう野球してないんですよね。ちゃんと頭で考えて野球してるというか、まあ人によりますけど、フォームを正しくした方がいいとか、力をどうやって抜くのが一番なんていうのかな、いい球がいくのとか、まあバッティングもそうですよね。なんか詰まらずに力まずにみたいなことってどういうことなのとか、そうだな。で、市立大学の野球部さんは監督さんがいないんですよ。一応なんかOB の
方で、まあ、試合のアレンジみたいのを手伝っておられる方がいらっしゃるんですけど、一応まあその方は監督で呼ばれてるんですけど、その練習メニューをやるとか、どれぐらいこなすとか、まあ、かなりその学生だけで、メニューを組んだり、下級生と上級生でかなりフラットに対話して、まあ、こういう風にやった方がいいんじゃないかとか、こういう練習今までやってきたけどちょっと見直してこっちにした方がいいんじゃないかみたいなことを自分の頭ですっごい考えてやってるチームなんですよね。で、まあそのめちゃくちゃ強いチームかっていうと、まあなんだろうな、神奈川ってその私立の大学がもう圧倒的に強いので、あの一部リーグにあのギリギリなかなか上がれないっていう感じで、まあ、去年もね、あの2部リーグの2位みたいな感じで、あの惜しくもみたいなところを、でももうちょいなんじゃないかなっていうところで、その走りを磨いたら届くんじゃないかっていうので、去年からね、スプリントトレーニングを強化したいから、あの一緒にやりつつ、もしよかったらなんか気づいたことあれば教えてくださいみたいな、まあ指導はしてないけどアドバイスぐらいは、あの気づいたことあったらこう思うけどっていう。で、まあ一律大学さんは白学校の YouTube チャンネルを見ながらもうなんていうの、ウォーミングアップにかなりガチめのメニューというか、白学校の、まあ、YouTube に載ってるようなやつを一通り入れてるっていう、そのミニハードルからスプリットシューザースとか、あのまあだから、まあ、YouTube にある範囲内とはいえ、まあほぼ野球部にとっては過不足のない知識が身についてて、でなおかつ自分らでも考えているから、まあ、どの程度までそのスプリントを必要とするというかっていうか、あの時間を割く割合とかも自分らで考えて、で、まあ、オフシーズンにはちょっと実践的な野球そのものをやるよりはスプリントにちょっと重きを置こうみたいな感じで今やってるみたいなんですけど、なんかそういうのを自分で考えてる学生さんと、でなんかこう自分で考える頭がちゃんとありながらフィジカルも充実してるっていう人に混ぜてもらうと、こうもうなんていうのかな、めちゃくちゃいいんですよ。すっごい幸せなんですよ。なんていうのか、いやまあ俺なんか全然そのなんだったら、あの一部に関しては理解も深いですね。あのでだから議論に混ぜてもらってるみたいな感じですね。そのこういう風になると思ってこういうメニューをやっていて、で今その 3,4 年生はこういう風にできていて、2年生はまだちょっと慣れてなくてこういう動きになりがちなんですけどみたいな分析も全部お互いみんなできてて、でどう思いますみたいな感じ、そういう感じで、そういう感じだと、あなるほど、でも確かにみたいな、なんかでも俺ぐらいのフィジカルだったら、まあ、こうなるからそんなにそこまで全然俺は考えてなかったし無理しないでやってたけど、でも2年生見ててそのフィジカルはむしろ充実してるからもうちょい増やしてこれぐらいできるっちゃできるんじゃないかなっていう、なんかそので、まあ、それをそのまま、指導として受け取るんじゃなくて議論の一意見として、あ、まあなるほどそれはそれでちょっと考えてますみたいな感じで受け取ってくれるわけですよ。そうするとなんていうのかな、あのスポーツをこういうふうに楽しみたかったなっていうね、理想なんだよな。なんかそれがねすごく僕の中ではあの彼らと続けられてる要素の一つかもしれないですね。なんか指導とか団体指導とか、まあ橋本学校のね、公認インストラクターさんを例えば横浜だったらサミンさんとかいらっしゃるわけですけど、なんだろう、
まあ別にその紹介して、まあ別に僕確か呼ぶんだったらこれぐらいだよっていうのも一回、話したこともあるんですけど、でそれはそれで、まあ何が理由なのかは結局なんか単発でやろうっていうふうには多分結局結論しなかったんでしょうね。でまあそれで中学校の公認インストラクターさんに団体指導とか個別のパーソナルを個別に申し込むとかっていうことはおそらくまだしてないんじゃないかと思うんですけど、まあでもなんか継続的に僕とはなんていうかな付き合いとして一緒に、混ぜてもらってて、何をしてるかっていうと議論相手として迎え入れてもらえてるみたいな感じですね。これはまあ、たまたまね、その僕同じ、住んでるマンションが同じところの、まあ、部員さんがいて、で、まあ、その人知り合いだったんですよね。なんで、なんだ、昔息子のソフトボールクラブの、まあ、なんていうお父さんコーチみたいなやつしたときに、そこにいたメンバーのお兄さんが一時代の野球部さんでっていう、まあ、そんな感じのつながりで、こうなんか知り合いのような、で野球のこともちょいちょい話したり、声かけあったりとか、たまちょこちょこしてたんだけど、まあ、そういうつながりですね。でなんか、まあ、そういうご縁ではあるんだけど、なかなかその目の前にある大学とはいえ、何のなんていうのかな、何のきっかけもなさそげなところで、コミュニティに入れてもらえたんですよね。迎え入れてもらえた。だからその向こう側の度量もあると思うんですけど、で監督さんもそういう人をこうできるだけ招くように多分心がけてらっしゃるんだと思うんですよ。その外部からいろんな価値観をとか見方を持った人をできるだけその部員に触れさせるように何かやってらっしゃる感じがするんですよね。監督がワンマンになるっていうことをまあそれをそういうふうにやってた時代もあったそうなんですよ。で、そういうふうにやって、まあなんとかこう一部リーグに上がって念願果たしたこともあったらしいんですけど、どういう具体的にことがあったのか分かんないけど、それはちょっともう今はやめてるんですっていうふうにお話しされてて、で、まあ、とにかく試合でも全くその指示とかサインとかも出さないし、学生全員だけで試合をこう運営したり、ゲーム展開考えたり、アドバイスもほぼしないですと。まあでもそのピッチャーだったから、ピッチングのアドバイスとかは求められればするぐらいな立ち位置で、その試合のアレンジをこう顔が広いから、それに関してはまあだからマネージャーですよね。マネージャーとして試合のアレンジ、こうどこどこ大学と組んできたよとか、今の実力で言ったらちょっと上ぐらいの、格上ぐらいでこう一番いい練習になるような相手探してきて、受けてくれるっていう話をつけてきたからみたいな、そういうところに、なんていうか、ポジションをね、こう、ちゃんと構えて、そこからずらさないようにしてますとかって。で、なんか僕みたいな、地域のおじさんっていう感じですけど、僕なんかはね。それだけじゃなくて、まあ、OB もそうですけど、まあ、なんか、今までと違った見方が、こう、チームにもたらされると思って、人はできるだけこう連れてきて迎え入れて、お話聞いたりとか一緒に練習したりとか、まあ、見方をこう視野を広げるような、
配慮してるっていうか、なんかそういう感じでしたね。なんかまあそういうチームじゃなかったらなかなかこれ僕がね入り込む余地って普通はないと思うんだよね。でもありがたいことなんだよな、やっぱりな、これは。まあ僕が毎日毎日そのね近場でスプリント、なんかあれどうやら走りの学校っぽいっていう感じのスプリントトレーニングを毎日毎日やってて目立ってたっていうのもあるかもしれないけど、それだけじゃなく、それだけだったら成立してないところだなと思うんですけど、向こうは向こうでその、チームの文化がそういう人たちだったから、まあ、僕みたいな人にこうどうかなって話になって、で部員みんなが「いいね」っていうふうにならなかったら多分ね通らない話じゃないですか。で去年からかれこれ、まあ、丸1年で、まあ、10回も行ってないけどね、でもすごいことだと思うんだよね。でまあ昨日はとにかくねそんな感じでこうなんていうのかな、年齢倍ぐらいのね、僕の方が年齢なわけですけど、割と直君ほどじゃないけど、まあなんていうか割とフラットに話してくれる人が多くて、なんていうのかな、正直一番楽しいかもしれないですね。一緒にスポーツしててね。それとは別に、その草野球のさ、みんな40歳で、まあみんな似たようなフィジカルで、まあ、どっちもどっちみたいな 感じの同士のね、野球も楽しいっちゃ楽しいんですけど、それはそれで、毎回ゲラゲラやりながらやってるから全然ね、それでもう楽しいんだけど、なんだろうな、やっぱ一番これは僕の中ではね、晩ご飯食べてんだ。いってらっしゃい。去年1年の中でも、一番貴重な体験の一つだったかな。去年1年というか、まあ昨日も合わせてなんですけど、今年度通じて、まあトータルとしてっていうか。まあ、それはなんかね、そういうのを増やすにはどうしたらいいかなって昨日ね、やっぱり参加しながら思ったりしましたね。で、これはこの海空研究所っていうコミュニティ自体もそういうふうにしていきたいなって思うモデル、そういえば、この人たちだなっていう。それぞれみんな、まあ、ポジションも違えば、興味も違って、だけど、まあ、自分でそれなりにこう掘り下げたいことがあって考えてて、でだけど一つのチームとしてこう相手がやってることに対しては関心を持ってっていう、そこはさ、なんていうか共通してるんですよ。でそのチームの在り方としてね、すごく海空研究所もこうなったらいいなが、生で見れたっていうか、そういう感じでしたね、なんか。獣人さんの映画の話しようと思ってたんだけど、ご飯食べに行っちゃったから、後で聞いていただければと思うんですけど、映画の話面白いね。そう、俺確かに、なんていうか読書もそうなんですけど、みんなが割と夢中になって、まあなんていうのかな、みんなを引きつけているはずのもの、だからおそらくクオリティは高いであろうこととか、魅力はあるんだろうなっていうもの、これはなんていうか本でもそうだし、映画でもそうだし、なんだろう、音楽でもそうかな。なんかあるじゃないですか。
いろいろね、これすご素晴らしいよねと言われていて、でもなんかある時期まで受け取れてなかった、よあの本なんかに関してはさ、読みたくないと思い込んでいた時期がすっげえ長かったんだけど、これね、友人さんと同じようなところあるんだよね。まあ、まあ、あの僕は悪く言われたとかじゃないんですよ。本読まないことを悪く言われたとかはないんだけど、なぜかまあ苦手だったし、本読むなんてなんていうのかな、車に構えてたんでしょうね。なんかそんなことしなくたってっていう感じだったのかな。そんな今思うとね読めばよかったんじゃないっていうぐらいの、何の読まない理由あんまり思いつかないんだけど、丸いイメージがつくような何かしらがあったとかさ、まあ、読書感想文嫌いだったけどさ、まあ、その程度だったらさ、あの大学生になったら読んでも良さそうなところだったりするわけですけど、じゃあ、あのなんていうのかな、全く読まなかったかというとゼロ冊ではなかったんですよ。だけど明らかにその本の読み方が変わって、どんどん読みたくなるっていう状態になったのは、あの10年前に自分の本を書こうと思った時に書けねえってなった時ですねあん時だな、あん時、今その俺本読まないのに、あの本書いてくださいっていうオファーが来たわけですね。まあその自分の専門分野ってことですけど、気象学で、梅雨についてずっと10年研究してきたわけですよねと。まあなかなかそのそういう人多くないので、でなおかつ若手で誰かっていう風な感じで、まあ誰かその、紹介いただいたのもあるかもしれないですけど、あいついいよみたいな感じで押していただいたと聞いているんですけど、まあなんか文章がいいよではなくて、あの研究としては梅雨をテーマにするんだったら、あの彼が頑張ってるよみたいな感じで、あの押してもらえたんだと思うんですよ。そういうきっかけで、まあ、梅雨前線の正体っていう、あの僕が最初に書いた本があるんですけど、それを出そうってなって原稿を書こうと思って書けなくてですね書けねえなーってなって、まあ、すげえ偉い苦しんで、生み出したわけですけど、でも最終的にどうやってあの書き上げたかっていうと、本全く普段読まない人でもこうやったら読むんじゃないかなっていう風なあの文章を書こうとしたんですよね、あの、まあ、トライとしては。だからあのなんていうのかな、すんげえ弱みだったんですけど、全然読んでなかった。で文章の構造とか書き方とか全然分かってなかったし、表現とか、まあだから今読むと下手くそだなと思いますね正直言って自分の本読んで、あのまあいろんな思考を凝らしてやるんだけど、文章そのもの一文一文を読むとちょっと下手くそだなっていうのはあるんですけど、僕の中では。ただ本好きじゃないな、普段読まないですっていう人でも読めるようにするにはこうしたらいいんじゃないかみたいなことは感じ取れるっていうか、なるほどそういう風に頑張ったねと他人事になってますけどなんかそんな感じで書かれてて、あの非常に愛おしい少女作なんですけどあのまあでもなんていうのかな、あれを超える作品はもう生み出せないなっていうぐらいエネルギーは注いでますね。なんていうか、その後何冊か書いたんですけど、まあその後徐々にね、その一冊目を書いた後に、なんていうか、いい文章ってなんだろうという興味になったのかもしれないですね。なんかすごい本読むようになって、で、なんていうのかな、読むようになったというか、なんだろうな、いろんな分野の本に対してどういうふうに書いてあるんだろうと、あの俺の中でね、こうあんだけ苦しんだで生み出した
本一冊をその別の著者の方々ってどういうふうに考えてどういうふうにクリアして、やってんだろうなっていう。だからなんかその同じ競技者として、なんていうか 一番最低ラインの土俵に立った時にですね、まあそのはるか上の人たち、こう猛者たちがたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。そっか、このレベルでこういうこと考えて、こういうふうに文章書いてたのか、なるほど、読みやすいってこういう文章か、みたいな。あ、こうやると、普通本読んでないっていう人たちも、これなら読めるなとかっていう、そう思える本を探すようになったのかな。それで、だから本自体を読んでるとじゃなくて、もう全然好きじゃないんですよっていう人にも届くようにするには、全然読みませんよっていう人にあえて手に取らせるにはどうしたらいいのかとか、手に取ったが、取った見たものの、普段全然読んでない人だからすぐ挫折するはずなんだけど、挫折させずに次のページをめくらせるにはどんな思考を凝らしてるのかっていう、まあ、いろんな、なんていうか、プロたちの匠の技が、やっぱりいい方にはたくさんあるんですよね。あ、なるほど、これでどんどん次のページをめくってしまうのかと。っていうことがたくさんあって。で、なんか一時期ね、全然興味ないけど、いろんなベストセラーを読み漁るっていうか、買い漁るというか、研究してた。別に、次の本をベストセラーにしたいとか、全然思ってなかったんだけど、興味だよね、単純にね。なるほど、なと。こういうふうに仕掛けるんだ。章立てってこうやるんだとか、段落ってこういうふうに変えるんだとか、一文一文をこういうふうにすると、こういう、なんていうか、コアファンが食いついて、まあ他の、それ以外の人たちは完全に捨てるっていうタイプの文体もあるんですけど、まあ、まあだから自分にとって読みやすい読みにくいとかっていうのは、まあある意味どんな文章であっても基本僕は慣れてないから、あんまり変わんないですよね。 まあでも、それこそ小説も、ビジネス書もその辺で結構な範囲を読んだような気がしますね。で、映画もその延長ですね、多分。映画ってさ、冒頭の1分とかでどうやって掴むのかなとかっていうのにしのぎを削っているわけですけど、映画監督は。で、なんだったらさ、それこそ、ユージンさんは「タイタニック」で 寝てしまうかもしれないっていうのは、当然ね、監督側の立場からすると、どうやって寝させないかの勝負なわけですよね。で、まあ、いくら頑張ったとしても、なんていうか、合わない人にとっては、寝てしまうものは寝てしまうなんだけど、まあ、100人いたら、例えば30人は釘付けになってどうなるんだろうってさせるためにはどうしたらいいんだみたいなことをこう継ぎ込んでいくんでしょうね。なんか様々な思考、もう全てテクニックがあり、でテクニックの上でテクニックをこうなんか高精度に成立させるには、まあ、どこまで資金をつぎ込むかみたいな話があって。 それで、まあ、冒頭1分の引きが決まり、最初の30分で絶対に寝させませんよっていう勝負が、あって、でそこを乗り越えると、まあまあ、映画としては後半のクライマックスとかハッピーエンドなのかバッドエンドなのかどっちにしても、まあ、ここに持っていきたかったんですよねっていうのは多分最初にあると思うんですよね、監督の中に。でもそこに連れてくるのがどんだけハードルあるかっていう世界なんだなみたいな。 なんかそういう、まあ、これは別に、研究してたわけじゃなくて、今思うとですけど、なんかそういう興味の連鎖というか、気になったことの
つながりの延長上に本と映画と、まあ、さまざまなエンタメのコンテンツみたいな。だからなんかそのエンタメそのものを消費するっていう、まあ、例えばファンとしてねとか、単純にファンとして好きだからみたいなのはなくはないんだけど、そういう感じじゃなくて、消費ではなくて、なんか興味の連鎖でこう研究に近い感じで受け取るようになってきたのが30後半ぐらいからですかね。でもまあ、なんていうか別に、研究だとも思ってないから、そんな一生懸命のめり込んでこうコレクトして、構造化させて、こだわり持ってうんちくを語るようなことをやってきたわけじゃないんだけど、でもで急に一時期から見出したのかなとか、読み出したのかなとか、ちょっと振り返るとね、僕の中では、ユージさんとだいぶ違うストーリーだなとは思いつつ、でも小さい頃とか、まあ、あるそこそこいい大人になるので 全然本読めなかったみたいなのは割と共通してるなと思いながら、でもまあ共通しつつこんだけ全く違うストーリーですよね、僕とユージさん。それをなんか結構ね、なんていうのかな、その映画の話一つでね、その割と面白いエピソードとして、小さい頃のさ、分かりやすいこうやっちゃった案件というか、ああいうふうにまとまる感じじゃないんだけど、僕の中ではこうなんか、俺にとっては何だったのかなっていうのをちょっとこうぼんやり思い出すきっかけになりましたね。で、その1個前のユージンさんの配信って本の話でした。で、今回は映画の話ね、ゴーストバスターズの話だったわけですけど、これどっちもなんか僕は似たものを感じたんですよ。ずっと受け取れなかった。なんか見させられても受け取れない状態だったっていう過去があって、で、その過去はなぜか受け取りに行ってみたらめちゃくちゃ美味しかったっていうさ、まあそういう未来に変わっていくっていうストーリーですよね。確かにどんなに素晴らしいコンテンツでも、どんなに巧みなテクニックがあっても、まあなんていうか、どんなに整理されていても、見せられているものは受け取れないんですよね っていう 当たり前のことなんだけどさ だけど逆にさ、多少雑であったりラフな作りであったりしても、エネルギーがあったりとかね、まあそういうのが魅力だったりするものもあると思うんですよね。それこそ映画とか本とかそういうエンタメものだけじゃなくて、まあ、それこそ研究論文とかもそうだし、僕がね10年前に出したその、まあ、一般向けとはいえ専門書に近いですよね、その「梅雨前線の正体」みたいなそのマニアックなテーマの本とかっていうものに対して、まあ、僕がその自分の作品見た時に、まあ、なんていうか悪いんだけど 出来悪いんだけどさ、エネルギーはすっげえ感じるんですよ。もうこれ以上のエネルギーは一つの作品に俺の中でもう込めようがないっていうぐらい入ってはいるんだけど、でそれは巧みではないので、多くの人には多分ね、このあと何年経っても届くことはないんですけど。まあ、なんかその作品を自分のものにするっていう、その消費者側の、まあ、消費者側というか読み手側とか鑑賞する側の立場になった時には、受け取ろう
としているんだったら、エネルギーさえあれば、多少雑でも、多少っていうのか、まあ、だいぶ 完成度低くても、その人にとって受け取りたいと思うタイミングであれば、割とね、なんていうか、ハードル低くスッと入ってきちゃうっていうことがあるんだなっていう。それはね、でもなんか、何人かの読者の方々からいただいた反響とかで感じたことがあるんですよね。すごい、なんていうか、僕に興味を持ってくれて、僕が出したんだったらっつって買って読んでくれたんだけど、で、まあまあ知識があったりとか、それ読めそうだなって思ってた方でも、受け取るタイミングじゃない時の人にとってはものすごい難しいと思って、ちょっともう硬いお肉みたいな感じで、辛かったです正直な人だなと思いましたけど、なるほどねと、まあまあそうだなと、客観的に、僕なりにこう分かりやすくなるように頑張ったつもりだけど、まあ、今の俺ではやっぱりこの程度の実力だなっていうふうに、まあ、何か読み直してもそう思うんですけど。一方でね、まあそうだと客観的に思っていても、割となんていうか、知識は全然知識とか全然ないし、たまたまだったんだけど、めちゃくちゃこう、なんていうか、あっという間に読めちゃいましたみたいな。それは、これ僕最初不思議だったんですけど、その人にとってこう、本当に、受け取るタイミングでたまたまね、いい何かが噛み合わさって、僕の本に出会ってくださったから、必ずしもその前提の知識があるからないからとか、そういうことだけじゃないんだなと、分かりやすいってなんだろうなとかすごい思ってたんですけど、分かりやすいっていうのは、具体的なね、分かりやすいってないんだなって その時思ったんですよね。まあいろんなその人なりの文脈があって、分かりやすく受け取れてしまう、すっごく面白いとか思えちゃうっていうコンディションがこうたまたま重なれば、難解なものでもスッと入ってきちゃう。で、全然こうその人との前提知識であるとか、読書であるとか、その鑑賞に対しての、慣れとかね、そういうのからしたら全然余裕で受け取れるでしょっていうものであっても、コンディションが整わず、タイミングが合わない時には全く入ってこないっていう ことがあんだなっていうのはね。それをね、なんかこう、ユージンさんの投稿というか放送を聞き直してて、改めて感じたりしたんですよね。はい。ということで、今日、ちょっと結構長く話してしまいました。なんか、結果、ユージンさんの読書と映画の話で、自分を振り返らされるという、中身になりましたか。でも、なんだろうな、これ結構なんていうのかな、前半はね、市立大学の野球部さんの話とかもしましたけど、これからなんていうか、この美空研究所、あんまりね、先のこと考えてないままここまで来ましたけど、なんか、9月から無事ね、このメンバーとしては、それなりになんか楽しく、第一段階としてはできたなと思ってるから、ちょっと、近未来、少し、なんていうかな、別な、それにしても読力すごいですよね。そうですか。そうなんだ。そうか。なんかだいぶ、僕の中ではね、あんまりの、トーク力っていうのかな。
周平さんがもじもじだらだら喋ってるのと、僕がもやもや話してることはそんなに僕の中でそう感じてないんですけどね。なんかでも多分自分で自分に対す自分の話に対してはそんなもんなのかもしれないですね。だからあれ、そういえば清水さんはご招待 してないっけ。清水さんとも一回喋ってみたかったんだけど、まあでもその清水さんもねすごい初期から入ってくださったじゃないですか。もしかするとこうなったら面白いかもよっていうのがもしあったらね、ぜひ教えてほしいですね。できるかわかんないけど、なんか一段俺もう一段上見てもいい時期にいるんじゃないかなと思ってて、それはなんていうか、その大きくするとか無理に頑張るっていう範囲じゃなくて、こう自然に、割とここまで楽しくやってきた延長上に自然と定まっている近未来の適切なイシューっていうのか、目標っていうのか、あそこ目指したらいいんじゃないっていうのが本当はもうなんかありそうな気がするんだよね。で、その大層な目標じゃないとは思うんだけど、近未来だから。だけどなんかみんなで共通してここだよねって握ってた方が割と過ごしやすいんじゃないかなっていう、そんな感じかな。あとね、そういう、そうそう、一回流れちゃったんだよね。その、なおくんの、大学2年生の時何があったのを、ただただ聞くっていうね。それをね、先々週かな、もうね、一回やろうとしたんだけど、ちょっと一回ね、お葬式とかあって流れちゃったので、まあ、そういうのも、やるだけじゃなくて、なんかもうちょい素敵なコンテンツに整理できんじゃないかなって、こう なんか僕の中では自分に対する期待があるというか、でそういうのがこう一つ一つこう増えてたまっていくとさ、他のメンバーも、例えば清水さんも、あ、それいいんだったらこれもありかなとか、清水さんはまさしく今やってくださってますけど、朝ラン5キロって投稿するだけでいいんだったら、まあ、まずやってみるかから始まって、気づいたらプラス、1、2行のコメントつけようから始まって10行ぐらいになってるわけだよね。なんだったら過去のブログに書いてたことを掘り起こしてコピーしたりとか、そんなのだけでも僕らにとってはとても新鮮で、なんかすごくなんていうかな、思考がこう自然にかきたてられるっていうか、なんていうか、いいもの見させてもらってるっていう、すごい価値を感じるんですよ。で、多分清水さんからしてみれば、いや、こんなのね、別に過去を書いた拙い文章をコピーしただけだからねって思ってると思うんだけど、なんかね、本人が思ってる以上にね、僕らはね、すごく受け取れる体制にあると思うんですよ。受け取れる体制にある人たちがこう集っているから、あんまりコンテンツの完成度とかね関係なくね、みんな素晴らしく思えちゃうっていうのは、これね、なんていうか甘く見ない方がいいって思っててそんな感じですね。侮らない方がいいなっていう、だからつまんねえことだろうなと思うこともとってもいい話でしたって最後に言えば許されると思ってる中島明をですね、見習ってですね本当それこそね、初期のツイッターとかそんな感じだったんだよ。何々したとか何食べたとか、それがどうしたのっていうことだったわけですよ。ところがあれがあれがたかだか15年、その当時は俺もなんかそれがどうしたのって思ってましたけど、気づいたらね、一大メディアとなりここまで来るわけですからね。なんだったら世論を動かしかないぐらいの
まあ、集合値というのか表現できるのかわかんないですけど、私の分に需要ないと思っているんで、エンタメとしてはちょっと笑ってもらえればいいなと思うぐらいの。そうだね。いや、でも本当それでいいと思います。本当に。なんていうか、ありがたいですよ、僕は。もう本当、なんていうか、本当気が向いた時に気が向いた話をしてくれれば全然いいんですけど、僕はね、すっごい毎記事楽しいです。短い時も長い時もそうなんですけど、なんだろうな。まあ、清水さんがちょっとずるいのは、今まで、いや、俺なんてっつって、全然こう、コメント欄でしかしやってなくて、投稿ではやってないんで、こう、3ヶ月以上引っ張ってきたから、そのね、振りが効いてて、余計面白く感じちゃうだろうな。それもあるかもしれないですけどね。まあでも、これからも、気が向いた内容でね、結構ですね。ぜひ。サロン内を彩っていただければなと。こうみんなね、その砂塚さんのさ、ヘリクスの素粒子とかもそうなんですけど、似てないっていうのがね、いや、見事なことですよ、これはね。全員の投稿が似てなくて、あかねさんの話もそうだし、なんだろうな、なおくんの、まあ、自習してる様子を写真で投稿したりとかもありましたよね。小山さんは、なんか分厚い インタビューしてみたら、もう想像以上の分厚いね、インタビューになってましたけど、とか、あれが面白いなと思ってて、でも、近未来どこを一緒にこういうふうにやっていこうぜが、なんか、そろそろ、僕の中で一個立ててみたいなっていう欲求が生まれてて、まあそれなくてもいいんだけどね、なくてもいいけど、なんかもし思いついたらね、その辺を近々話したいなと思ったりしております。ということで、丸1時間喋ってしまった。まあまあ、僕の中ではね、清水さんにすごいトーク力と言っていただけたので 満足です。ということで、今日も一日お疲れ様でした。明日もいい一日にしましょう。明日はね、多分朝にやりたいなと思ってますね。それでは皆様おやすみなさい。じゃあね。清水さん、ありがとうございます。